オートマチックらしいですよ。イスラエルは手動です。おい、おいや、無駄なことやってると思うね。私なんかこの液性がまた、もうちょっとなんとかやってほしいし、シェルターは、イスラエルはシェルターがありますけど、南公海域を快適にご利用いただけますように、お客様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。悲しいと思わん。この人件費は無駄だっちゅう話よね。やっぱりね、日本は、もうちょっと、労働生産性高めないと。絶対やっていけないと思いますね。